宝来急駅は、滋賀県大津市坂本本町にある、比叡山鉄道比叡山鉄道線の駅である。駅員無配置駅。坂本ケーブルに二つある、中間駅のうち、山下側の駅である。あらかじめの申告や駅に、設置の電話からの連絡のあった時だけ停車し、通常は通過する。駅周辺は2007年11月現在三輪の、 伐採や干ばつが行われており、倒木や枝打ちされた枯れ枝で駅からの参道は、通行困難な状態である。そのため、当駅で下車した場合でも再び、ケーブルカーに乗車して、元の駅に戻るか先の駅に進むしか、移動方法がなくなっている。ホームは、アスファルト舗装の簡素なもので、軌道の南側に設置されている。付近は160パーミルのそれほど急ではない勾配のため、 ホームは階段状ではなくスロープ状となっている。ホームには駅舎や上やベンチトイレは設置されていない。駅名表や発車時刻表、運賃表のほか、呼び出し電話が設置されており、当駅から乗車する際は、この電話を使ってケーブルカーの停車をリクエストする必要がある。橋梁とトンネルに挟まれた場所に立地する。宝来旧駅に列車が停車した際、 高層式ケーブル間の特性上、もう一方の車両は、もたて山駅より少しケーブル、坂本駅側に停車する。逆に、もたて山駅に列車が停車した際、もう一方の車両は、高来急駅の横にある橋梁の手前に停車する。駅と、霊窟の石仏霊窟内部の様子、ありがとうございます。